みんな、すし詰めのように今入ってったね。なんかここ、空気がよどんでる。そりゃまあ、トイレですからね。右から、おぉ、3番目見て。あれ見て。本当に封鎖されてるよ。やっぱり噂は。ゆかりちゃんどうするの？その女の子は、まず呼び出し方しっかり確認しよう。A。ミカ、その、おかっぱ少女の呼び出し方、知ってんの？もう遅いな、情報が。みんな言ってるじゃないですか。いいですか？噂のおかっぱ少女の召喚方法は召喚。この扉の前で3回回って、それから扉を3回ノック。そうすると、中から女の子の声で返事が返ってくるんです。ええ、もうちょっと詳しく説明して。それで、呼んだ後はどうなるわけ？は？だから返事の後はどうなるの？こっから女の子が出てくるの？この扉がっちり閉まってるけど、どうやって？そっから先は、私もちょっと、これだもんな。まあ、やってみようか。一丁やってみっか。ねえ、それって真っ暗でやらなくちゃならないの？いやー、そういうのは聞いたことないですね。電気つけます？いや、つけないでいいよ。やっぱ雰囲気的に。いいよ、別に。電気ついてるので見つかって誰か来たら面倒だし。それもそうですね。で、どうやるんだっけ？まずは3回回るんです。その後3回ノック。ああ、もうばっかみたい。1。方向が違う。みんな息が合ってないよ、これね。みんな回るんだ、これ。2。3。で、3回ノック。そう。先輩どうぞ。あ、今一回回っちゃったよ。大丈夫？今三回転アクセルだったけど。入ってますか？誰かいないの？ねえ、聞いてる？もうやめなよ、ミカ。おびくちゃん、今上に出たこの黄色い枠が一瞬何かと思っちゃった。ラップ音の一つも、ラップ音の一つも聞こえないか。どう？気が進んだ？進んだ。俺なんか読み方おかしくね、今日。なんか呪われてるかもしんない。うん。霊がいないのがそんなに残念？実はね、先輩。この女の子の霊についてもう一つ噂を聞いててね。ん？おかっぱの女の子に会えたら、願い事が叶うんだって。願い事？あんたそれ信じてんの？いや、信じるとかじゃないけど、なんか面白いじゃないですか。それで熱心に誘ったわけ。残念でした。さ、帰ろ。ゆかりちゃん、ちょっと待って。どうしたの？本当は私も知ってるんだ。トイレの女の子の話。岸井さんが聞いたのとは、ちょっと違うみたいなんだけど。寂しがり屋で、ずっと誰かを待ってる女の子の話。いつしま先輩知ってんですか？その子の呼び出し方。うん。昔、教えてもらったの。すごい小さい頃なんだけど、一人で留守番してた時、一緒に遊んでもらったような記憶があるの。マジかよ。名前も知らない不思議な女の子と。何です？それ。A、やめてよ、そういう話。B、その子の呼び出し方って ?B。千里、教えてやってくれる？うんとね、3回回るところまでは一緒なの。それでその後、どうすんですか？ちなみにノック3回っていうのは外せませんよ。ミカ、千里の話がまだ途中。あ、岸井さんごめんね。私の知ってるのはね、それからこういうの。キックキックトントン、キックトントンって。キックトン？キックキックトントン、キックトントン。昔のスキップのことらしいんだけど、呼び出すときは口で言うだけでいいの。この言葉を聞いた女の子は誰かが遊んでると思って入れてほしくて出てくるんだって。肝心のお願い事は？一緒に遊びたいときに呼ぶんだから、それがお願い事なんじゃないかな。
無欲ですね。マジで願い叶うんなら、私にいろいろあ、私いろいろありますよ。ピアスにコロンに口紅に指輪に。子供に頼む前に買えよ。でもさ、それ面白そうですよ。やってみましょうよ、ダメ元で。A、B。A、そうだね、やってみようか。B、そんなのやるまでもないよ。やってみようぜ。千里まで興味持つと思わなかった。ごめんね。一面先輩、最初はやっぱり回るんでしたよね。3回でいいんですか？うん、確か。じゃあ、始めましょう。お、今度は方向が合ってる。2、3、次は、なんだっけ、さっきのセリフ。これだけはね、覚えてるの。キックキックトントン、キックトントンだよ。言わない意地悪すぎるだろ、言わないっていう選択肢。B、みんなで言う。みんなで言おう。今言ったけどね、千里がね。じゃあ言うよ。せーの。おい、キック、キック、ターン、ターン、キック、ターン。一馬先輩、なんにも起こりませんけど？ねえ。なんだ、結局みんなデマか。一馬先輩のはマジだって言うし、1ミリくらいは期待してたのにな。あの、千里が、てんてんてんだったのがちょっと気になるね。つまんねえの。それじゃあ二人とももういいね。帰ろう。はーい。あ、やばい、千里これ。千里がおかしい。千里。千里？あ、動かねえ。あ、帰る前にちょっと。え？あ、トイレですか？じゃあ私たち先に行ってますよ。え？ちょっと待っててよ。怖いよ。さすがに。ちょっとだし待っててよ。ちょっとって何秒？言うと思った。え、怖っ。なんでこんな時に入っちゃうかな？絶対入っちゃダメなタイミングじゃない？それ、千里は大丈夫かな？怖いな。先輩先輩、忘れ物。洗わないの？別に忘れてないよ。お姉ちゃん。あ。遊ぼう。わあ。怖い。顔が思ったより怖かった。ちょっとサイレン風の顔してたね、今ね。なになに？すごいリズミカルな音が。ドンツクタンツクドンツクタンツク。わ、すげえ走ってる。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。ねえ、見た？はっきりと。本当に来ちゃったんだ。あ、よかった、喋った。私たちが呼んだから。まさか本当に出るなんて。どうしよう。とにかく学校から出なくちゃ。出ようぜ。逃げ出そう逃げ出そう。わー、怖い。これ何これ。階段降りる。わー、何これ。やめてよ。階段降りよう。あ、あれ、どうして追いかけてくるんです？何が願い事だよ。無責任なこと言って。私のせいじゃないよ。みんな言ってたんだから。ゆかりちゃん、ゆかりちゃん、見て、私たち2階から降りてきたはずだよね。なんで下に階段があるの？え、なに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 、ポーン。
ミカに尋ねちゃダメでしょ、これ。さぞに尋ねる。どうすればいいの？わかんないよ。悪気はないんだと思う。でも、例なんでしょ？うん。校舎がこんなになっちゃったのもあの例のせいでしょ？私たち、今何階にいるんです？どうして逃げるの？あ、近い声が怖っ！左から聞こえた、今。来た。あ、左に逃げてった。まあ、さすがに、この時のゲームで左から、教室に入ろうか。まあ、多分これ降りても降りても変わんなそうだから、一旦入るしかないよね。この校舎、全然違う場所になっちゃった。え？いろんな思いが渦巻いてるよ。たくさんの、たくさんの人の思い。来た。隠れて。隠れられる ?3 人も。いや、隠れられてないよ。行った？みたい。いるよ。いるじゃん。見つけた。うわぁ、怖い。近いんだよ、声が。ゆかりちゃん、早く。ゆかりちゃん、上に行ってみよう。上？何言ってんですか。上は行き止まりですよ。降りてもダメなんだから、登るしかないよ。このままじゃ私たちこっから出られない。確かに、上がろうぜ。上に行こう。選択が間違ってないことを祈るしかないけど。それかもね、窓ガラスバリンって割って出るとかね。先輩、早く。分かってるって。屋上に出れた。あっちへ。走れ走れ。先輩、どうしよう。もう逃げ場ない。まさか。え？何？え？ああ、いるし。ダメ。そんなに怖がっちゃ。だって。ああ。お姉ちゃんたち。解像度。もっと怖いものを見るんだから。ああ。怖い。ね、バリーンって。トワイライトシンドローム探索編。待って、これゲームオーバーじゃないの？大丈夫？ん？はぁ、やめてよ。なんで緑のボール持ってんだよ。くそ。すごい解像度悪かったね。ね。点で作られた顔だったね。いろんな点で。探検記録中。あ、待ってこれ、メモリーカード大丈夫かな？あ、1ブロックしか使わないや。大丈夫だ。はい、というわけでね、始まりの噂が今終わりました。あ、なるほどね。で、次は第1の噂に入るんですけど、一旦ここで切りたいと思います。というわけで次回、お会いしましょう。プライムでした。めっちゃ楽しかった。